とことかおーほん買う、そうですおうちチェキの申し込みがあと2時間ぐらいで終わります2時間もありませんねいや約2時間で終わります <laughs> すげー3時間目とみんなありがとう祝ってくれてそうだブルールいたきましたよかったありがとうございますこんばんはこんばんはおうちチェキ会がですねみんな森永がどんなおうちチェキを作るんだろうって 悩んででいいる人がいたらですね森永のインスタグラムのストーリーを見てくださればいいんですけどな今日インスタグラム重いんだよね私のせいかな私のたところがなんかインスタグラムがストーリーに載せたまんままんまってほどじゃないけど漢字でポスカでいろいろ絵を描くスタイルをお地域へとりますそのスタイルです。 でも本当にプリーチが痛すぎてなんかかさぶたみたいな感じ頭皮すべてかさぶたみたいな感じなの今の状態本当にやばいですちょっとこうこうやってこうやってちょっとこうやって押すだけでもね痛いんですよやばいですよね頭皮はいということであとあ販売終了まであと約1時間53分28秒あそう こう書いてある森永さんのチキはすごいでハッシュタグ調べると森永の大チキがどんな風なのかっていうのが届きます。ぶりち持ちよくね。えっとね、昨日やった言いました。昨日やりました。昨日やったの？ん昨日？一昨日？昨日か一昨日に染めました。染め直した。 で痛すぎるもう来たこんばんはこんばんはもうって感じ頭皮がねなんか頭皮が大炎上って感じ痛いです普通になんか頭皮痛すぎてあの血管がすごいなんか圧迫されてすごい ドドクドク言ってましたここですごいこめかみをこう血液で締め付けられて何か「何かなこれは」って思いました何か本当に何かなって感じ何ですかっていう気持ちになって女子よくしよう何かなってなったけど何とかなりましたねはい30回おめえみんなありがとう投げてくれてあっごめんよ 買い,は買いに行きますってかもう普通に皮膚科行った方が早いんかなって思ったまあいいやあそこはだんだん色落ちしてきましたね毛先の方はだいぶ毛先の前髪の色は毛根毛根が死んでるっていうより頭皮が死んでるなって思う毛根は別にそんなに何も感じないうん だって毛根からは黒い髪の毛が生えていたからねそこまで気にならなかったすみさん30回ありがとうございますすごいみんなくれたのになんかなんなんなっちゃってたヨッシーさんありがとうございますソイフォンさんありがとうございますパンヤさんのリュウくんありがとうございますガンムンさんありがとうございますてってくんありがとうございますクロタロくんありがとうございます チョコとカッコイありがとうございますということでね、皆さんありがとうございます。頭がって感じっすねー。イエスショールームのお部屋が宿くこれかも。えー、すごすごいすごい。あ、奥のおじさんもありがとうございます。ちょっと待ってねー。これ私、共有してなかった気がする。今日の。 染み込むね染み込むっていうかなんかすごい痛い塗り薬塗られてるって感じどういうことって感じで申し訳ないですけどあれ一回共有しちゃったらあっ共有しなかったね今日の分はいずくんも3十回目ありがとうございます前髪がどちらかって言いますけども今日正直言うなれば 話すネタはありませんなんでゆるくやっていこうかなという感じ今人をだめにするソファーの上に乗ってるからなんかもうなんでもねもう寝ちゃいそうって感じ <laughs> <laughs> まあそんなことは置いときまして髪を切っていきたいと思いますあヘアではなくペーパーですね切ります きやるくん、三十回、おめん、ありがとうございます。ありがとうございます。いっちゃん、いいパターン、そう、眠い、あ。今何もなかったことにしましょう。何もなかったー、今のはー、何もーなかったーうう。常に眠いんだけど、どうも常に眠い。 特に何もあれはありませんが常に眠いうーんって感じ「ー o u 買ったよありがとうございます通知来ました」<laughs> あの6月16日に「ヤムフォーユーというところであのなんか皆さんと通話ができるよみたいな回がありますあれって締め切りはいつなんですか なんかあまりシステムをよくまだ理解していなくて多分経験のある皆さんの方ならなんかわかるんじゃないかなって思いますあ通知来る通知来る当日までしんけあそうなんだなるほどこまあみんなが買いたいタイミングで買えばいいんですよねって感じですねなんかあの やむ for u っていう森永と怠慢で喋れる回があるらしいいやむしろなんかこちらがおしゃべりさせていただくという感じですねあのー、コミショがやっぱり何て言ったらいいんですかねやっぱり怠慢で喋るのが久しぶりなので皆さんとすごい緊張しています 始まる直前までらしい生きるらしいミントさん30回目ありがとうございます32日かこれ一度やって楽しくてなるほどねなるほどなるほど衣装決めてんのね何がいいんだろうなんかさこうこのさ期間になってからさおうちで機会だったりさ何でもかんでもさ服がさ必要すぎてさ なんか特に何も決まってないって感じ15分ぐらい前で15分前ぐらいまでなるほどねなんか開催中でもまだ買いますって口あります、ね、あそうなんだすげえ電話んくで話しちゃうああうちやばいよ多分うちうちだって友達とさ23時間平気でさ なんんか電話するじゃだから要件をうちはみんなに素直に伝えなきゃいけない素直っていうかスマートにもうすっと伝えなきゃいけないってことでしょだって余裕だあるもんなんかこれはどういう心理の動き方だと思いますかっていう感じでみんなとみんなじゃないですね友達と喋ってたらなんか朝でしたみたいなやばいねそれになったらやばいってことでしょだから頑張りますね私。ちゃんんとなんか な,んかあーなるほどねとかっていうので時間を取らないようにしたいいいと思いますいつも何か「あーそうかーうーん」へーっていうあの言葉を使って考える時間を設けてしまうからそれはダメだってことですね気をつけますあなんかでもみんななんか私に伝えたいことがあったら先に伝えて所定所定を取って。 うち、あなんか「うち喋ります」って「うち喋った方がいいな」ってなった瞬間うちベラベラ喋っちゃうからあの「あっやばい伝えたいこと伝えてない」ってならないようにあのちゃんと言って「あの言いたいことがあります」って「言いたいことがあるんだよ」って書店にちょうだい書店そしたら OK OK「OKOK うち聞く聞く聞く」ってなるからそうなんかそれなかったら「あじゃあうちから喋りますけども」ってなるので ちょっとそこのところはなんかお互い空気読んで言いたいことが「はい聞きますよ」みたいな感じにするんであのー「ください」そんな感じで言いたいことはちゃんと言ってください先に先に言ってたまにあるんですよ握手で私がなんかすごい言いたいことがありそうにしてるのに私がビリビリ喋っちゃって終わってなんか「あごめんごめん」ってなることがあるんで。 やっぱりみんな思ってるんですかそのことは本当にみんなあんにょんそうだハングルで思い出したんですけど動物の森ってあるじゃないですか動物の森で動物の森ってなんかあのトタケケっていうなんかシンガーソングライターみたいな人がいるんですよ あおばんです、こういう緊張するな、大丈夫ですよ、皆さん、こんばんは、こんばんは、でその熱森というか、飛びまあ動物の森シリーズのトタケケっていうそのシンガーソングライターの犬がいるんですよ。で、まあ、こういうね、アコースティックギターを片手に、こうで、歌うんですよ、ぽろんぽろん弾きながら、な、うんだっけ、っけ <laughs> なんつうか、うっ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 、みたいな。 マミモンってこう歌うんですよそれねキャラクターがいるのでなんか動物の森内の言語はなんかみたいな感じなのねでなんか今韓国ですごいあの動物の森流行ってるみたいなんですよで結構 k p o p アイドルもその集まる動物の森をねプレイしてるということでねその ケケハウスって曲があるんですよその戸田ケケさんの曲の中にね本当に歌いっぱいあるんですよつ森それで k p o p アーティストたちがねその「テキハウス」っていうのを歌うんですよこ,のこういうライブ配信中とかにでもさみんなさ k p o p アイドル歌めっちゃ上手いしさこうギター弾ける子もいるのよ梶井さんとかゆりちゃんみたいにでさ真剣にさ ああすごい歌ってるのすごいうまいんだよすごいうまいのにさ何言ってるかわからないしさでも真剣にギター弾いてるのがちょっと面白かったからちょっと皆さんにもね見てみてほしいなんか伝わらなかったらごめんなさい全然伝わらないってなったらきっとごめんなさいでも面白かったそれは言いたいことをメモしておいて時間内に採えようとしたら職務質問 <laughs> なるほどね <laughs> なんだっけあ来た おめでとうございますライブが購入されましたって来た来た通知来ました今おめでとうございますってキャラがうんなんかキャラが歌ってるんですよ本家では「動物の森」ではそれ見てあそう K−POP トタケ系とかで調べてくるんだと思います <laughs> 買ったよありがとうございます今通知来たよ おめでとうございます、はいチキも買った。ありがとうございますすごいねなんか着々と年を重ねる準備をしてますって感じですね年を重ねるイベントの準備をしてるって感じたなんかドキドキしますドキドキしますって感じ是非あのつ森の方興味がある方がいたら k p o p トタケけとかで調べるとね出てきますすげえ歌うまくて真剣に歌ってるのに歌ってる内容は「みたいな言語でなんかウケるって感じ 多分話すの3ヶ月ぶり3ヶ月半くぶりぐらいだから「f o y は楽しみだいやどうする私がなんかああああああみたいな感じでさあの「千と千尋の神隠し」の顔なしみたいになってたらどうするどうするそれマジ返金案件だそれ返金しなきゃみんなに何 <laughs> 買ったかすぐにあなんかなんか「ヤムフォーユー」のやつでなんか「おめでとうございますライブが購入されました」っていう通知が来るよ でもその通知は誰が買ったかとかまでは出てこないけど「おめでとうございます買いました」って出てくるちょっと頑張るうちうちこのテンションでみんなと怠慢で喋れるように頑張るいやまあ頑張ることな,なん頑張るそれをなんか頑張ることなのかどうかっていうよりかは分からないですけどもすごいね16日だってあと何日でしょうかっていう感じ お互いコミッション発動して、あじゃあそしたら元気ですかって聞きますね。元気ですか体調の方はよろしいですか？熱はありませんか？なあの食べ物のとこの味しますか？とかって,言って聞きます。そうしますね。はい。怠慢、ね。このしそねこう線。線を出せ線を出せですね。掛けめですね。こうあのタイムスケジュールみたいな電話し出てます。 それか、背もどすい、背もどすい。あ、あ、背もどすい。これしか言わん。そう、問診だね。大丈夫ですか。太陽の方は三十七度以上ありますか。うん、なんか最近こうちょっと人ごもに行ったとか、なんかちょっとこう体調の優れない人と接触したってのはありますか。三十連続だ、なんかも、なんかあれですね。 YouTube で配信したりする日があったりインスタで配信する日があったりとかねするんでねあのー、日によるってことですよねかみこまったチーコちゃんそうだねチーこちゃん可愛いよねそれなてドゥ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 今三脚でやってるんだけど三脚の根元をすごいグリグリやってますねはいすいませんそうみんな ちょっと警戒されてね体調にはこうやってこうやってピッてやってピってやってかるんですよねあのなんかさ思うんだけどさこうやってピってやってさこうこうなんか銃みたいなさなんでピッてやるじゃないですかあのー、なんかこの季節暑すぎてさ純粋に体温も上がるくねって思うんだよねなんかさお店入る時とかさピってされるけどさ なんかそれで弾かれたらどうしようみたいな「いやこの気温のせいなんですけど」ってすごい思ったりするんですよね「千とヒルの神フォーユー」Come for you. Come for you. ね「f フォーユー」ねえマジまあでも私あんまりねあの基礎体温はそこまで高くないのでなんとかなるんですけども私も顔も入れるようにリングライト買わなきゃなんかさスマホにさこうパチってこうはめてやるさちっちゃいやつとかならさ なんかその辺で売ってるる気がするなんかダイソーとかで売ってんのか分かんないけどサンキューマーとかなんかそういうとこでスリーコインとかて売ってんのかなちっちゃいこうライトポチってこう何て言ったらいいのスマホにはめれるようなやつがある気がする前それ使ってましたね美しすぎてリアルに30秒くらいで,でっくしそうそしたら「元気ですゴー!」って。 元気ですかーって元気っつってまっリックかああのよかったらちょっとあ調べてみてくださいごめんなさいあの確証がなくて申し訳ないんですけどでも多分なんか割とそういうところで売ってそうな気がしますそれかなんかさこう簡易的なライトだったらなんか売ってそうな気するヤマデンあねちょっとこうなんて言ったあドンキは絶対にあるドンキは各くであるドンキは なんかそのリングライトこうなんて言三脚で立てかけるようなさこうがっつりしたさリングライトみたいなのはなくてもこうスマホにちょっとつけるぐらいのならドンキは絶対にあると思いますドンキマジ何でもあるからドンドンドン,ドン,ド,ンードンキドンキホーテーですからねやっぱ我々の「We are ドンキです本当に」今日は風強かった今日は外に行っててません 俺体温高めだから引っかかって入場を断れされそうなのなんか誰か友達がそれで入場をしないでくださいってされてたな誰だっけか忘れたけどなんか全然元気なのに体温高いって言われて入れなかったみたいなあった何なんか多分買い物かななんかで夏のライブ後の特典会とか体温上がりすぎて「ドラゴンボール」 のスカウターみたいに入れてるてですよでもねなんか夏って結局さしかも歩いとるじゃないですか We are お店に入る前別にタクシー移動なんて別にしてないですし歩いて,てさ,こうさそのピッてされたらさ熱に決まってるじゃんみたいなそうドンキマジ強いうち会社入る前に体温測られるか、えー、怖いねそれなんか全然さ元気なのにさなん,か、ま、なんかもう言い訳させてほしいよねいやこの天気のせいなんですって なんかこの天気のせいとかを加味してこう体温のさそのあれを作ってほしいですみたいなわかりますかなんか「ごめんなさい」とてもあの例え方がすごく下手で申し訳ないんですけどそうだねギリギリまで冷えって貼っといて「めっちゃ元気なのに学校で体温測ったら3 7度3分だった怖いねそれそれさなんかさ ななどうしようもないよねそれ別に上がるしこの季節体温って感じちょっと容赦性って感じ地獄ギリギリだっはねっはッて言うじゃねえでピーってなるからね黒髪だと高めに履かれちゃうらしいあーそっか黒髪って集めるもんね光ヒーピタードーピングだから会社のとかその 目的地の5分前ぐらいに剥がせるんだよちょっとなんかあいい感じのこうこういうのがこうなるんだよ知らんけど <laughs> ねそうどうしようもないよねなんかこの周りは暑いのでっていう感じどこだっけな友達のなんかご飯行った時も測られたんですよでもめっちゃなんか駅から歩いて行ったからめっちゃ怖かったなんかあ大丈夫でした通れましたけどもちろん。 もちろん通れましたし全然平熱レベルだったんだけどどこ分かるやつってせいだあ,知らあそうなんだ <laughs> ここででも測れるわけないよねって感じしないあみたいなたっぷりスしそうあそうそうそうなんか家で涼しくしてほしいなと思って <laughs> 会社に来たお客さん入れなかった人いたかわいそう でも全然元気なんでしょう多分かわいそすぎでしょ気をつけて日常症にりそうだったねちゃんも気をつけて頑張りますちょっと夏って嫌いじゃないのよっていうのもなんかその楽しかった思い出とかさ忙しかった思い出がさいろいろあってさ なんか思い出になってるから夏ってあんまり嫌じゃないなと思ったけどでも実際外に出て普通の夏過ごしてみるとマジこの暑さ本当になんかもう私が太陽を破壊してやろうかっていう気分に本当になりましてとってもなんか切れそうでした本当になんなに、ね、暑いんですかねすごいなんか怒りそうでした私いや怒っちゃいけないな分かってるんですけども怒りそうでしたなんか なんかほんとまあ一回太陽破壊してからじゃないと死ねないなって思った私のやることは太陽破壊することだって思ってそれぐらい私は本当に夏があまり好きではありません夏が好きではないっていうか暑いのが嫌いなんか最近マスクで肌荒れしてえめっちゃわかるマジ肌荒れするよね本当に肌荒れするマスクマジ化粧水持ち歩いてますなんかシュッシュッシュッって生きる化粧水なんか多分マスク で肌荒れっていうのはきっとマスクと肌の摩擦で荒れてるんですよなのでこまめに保湿してあげることあとはイニスフリーっていうところのパウダーがあるんだけどそのパウダーをポフポフしておくとあの摩擦少なくなるんでいいと思います安いしそのあえっと私のインスタのあの <laughs> コスメおすすめのコスメみたいなのをまとめてるところにあの載ってるんで興味がある方はやってみてみくださいいつも外出てマスクしなきゃいけない時はあの化粧水ピシャーって塗ってでそれパフパフして家でるって感じそう暑さに怒ってもねいいんやないんですけどちょっと悲しいだから なんです自然界に適応できてないからイニスフリーのパウダーはそうマジすごいなんんかイニスフリーーのパウダーってて汗を吸収してくれるんですよもちろん私たちがライブで描いてしまうようなダックダックの汗には吸収しきれないんだけどちょっとちょっとじわっと描いちゃう汗とかぐらいなら全然吸収してくれるからなんかね前髪とかもベチョってならないんですよ普段 だからね良い安いしニースフリーのパウダーおすすめです <laughs> 北風と太陽って話をなぜか何ですかそれは冷感マスクってね気になるめっちゃ気になるけど買いに行くのがちょっとめめんっああ外に出るのがね 成功したらあかんって頑張ります。スフリー気になってそういいですイニスフリー。ありがとうございます当方は男ですがちょっと調べていいと思います。なんかなんて言ったらいいのかな。めめしいなんて言うんだねこれめめしいコスメじゃないので使いやすいと思います。なんかスキンケア用品を主に販売しているブランドなんですよイニスフリーっていうのは。でも化粧水塗るって の良いかと思いますなんか言ってたテレビで肌がこすれちゃうからってことなのでねなんかさマスクだけで倒れそうって感じするもん本当に着れそうマスクマスクに着れそうだもん毎日もうまあ、うううってなるうちのマスクお口して工場かあななんかいろいろ売ってるんですね イイスフリーはメンンズラインのあそうですね是非こちらのコメントを参考にイニスフリーです韓国のブランドで結構前にあの好きなグループがねモデルをやってたりとしてよくすごい買い爆買いした覚えがありますねはいゾップ童話知らなかったあそうなんだ童話はあんまり詳しくないです いろんなものに化してるそうだよ私あまり心が広くないのそうなんだからもう暑いとなんかもうあーってなるしなんかもうマスクはマスクでなんかあーってなるし結局家が最高なんだなーって感じ家が最高なんだなって思いますマスクは手放せないが暑くてそうなのよ そうなのでもさマスク今もうさこの時期さ電車乗る時とかさなんかどっか行くのにもさなんかマスクしてないと人権ありませんみたいな感じじゃないですかだからもうなんか「おーおーおおおおお」ってなんか痙攣起きそうって感じそういえばさっきニュースでカラオケする時もマスクしたままでってなんかさマスクして喋るとさなんか唾の匂いが残るじゃないですかだからもうそれが気持ち悪いだからマスクしてる時はとことんしゃべりたくないなんかもうなんかずっとこうしてたい みたい優しくしてるつもりはないけど家から出たくないなんかもうねいから出たくないんですよ基本あまり家からあまり出ないえもちろん友達とそこう遊びに行くっていうかさちょ,っとちょっと会いに行くぐらいのさこのスタンスでいけるならこういいんですけども家でできることっていっぱいあるやんってそれ家で できることやんっていうこともあるじゃないですかそれちょっとなんかうんってなりますねねぇでもなんか結局のところあれらしいですよね検査できているところの母体が少ないからそもそも検査数が少ないだけで全然かかっている人はいるらしいですよねおしといかに行きたいです会社行くとずっとマスクしてない と何か,から在宅勤務がいいなんか在宅でできることは在宅でやろうって感じするライブ中もできる霊感マスク確かにここになんかアップアみ <laughs> にみたいな格好にみたいな祝期間でも解除されても結局生活があそんな感じする そうういうこと聞かなくなるよ自粛も次はうん今日ぐらい風強かったら椅スも吹っ飛んじゃう気がするなんかどうなんだろうね結局でもワクチンができてからって感じしますあちょっで買い物ちょっとコンビニとかそういう時に「ええー、ねわかるしかもなんかマスクしてないと入店できません」みたいなところあるしね「うー」って感じなんかだから家でできることは家でやりたい そう思う森永にんなで会った結局通販が神なんだよなと思ったしちょっとでも気になる T シャツが欲しくて最近買い物に行ったんですよしたらなんかお店ネットで見てなんかこれとかを実物で見たいなと思ってきたんですって言ったら気使ってくれてなんかクーポン券をくれましたなんかそのネットで買えるやつネットで注文できるやつ これでポイント貯まりますんでよったら使ってくださいって言ってまあ神よりも研究者のあ本当にそれでもなんかあれだよね陽性者数がこう少なくなってきちゃったから今遅れてるみたいな研究がもう言ってたなんかこの前仕事中マスクつけて1時間電話したら途中で引き飛びそうマジ酸欠にならん ななにんかうちらこれから登山でもするんですかみたいなさことを強いられてるよ、ね、まあでもしなきゃいけないのは分かるんですよもちろんしなきゃいけない理由も分かるし分かるけども分かるけどもっていうところなのよね。<laughs> 声の時何着ようか悩んでるんだけどこんな感じだから買いに行くの確かになんかさその。 試着もなんかちょっとさめんどくさいじゃんマスクしてるとなんかマスクしてるだけってなんか難しい違うマスクしてるだけでなんかうん、うん、って感じだから通販ですね通販しかないショップリストとかなら早く届く場合早く届きますし毎日こう,しよう,そう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 みんなこれから登山ですかみたいなねしなきゃいけないけど本来暑い時期なんてしないそうなんすよね 冬やんんいつもすんのってあとねちょっと一個ねあと許せないことがある iPhone の f a イ e i d i p h o n e のフェイスアイデ i d に私は怒っているのこの時期さ iPhone のフェイスアイデ i d なんてさできないじゃないですかねできないじゃんだからもういちいちさパスワード打ち込むのなんかもう本当に手間って感じなんかもう指紋認証カムバックって感じですね マスクを持っててない方手に横行かされてるとかあ、そうなんだいやーマスク着用義務って感じっすねそういやなんか冬もさまあまあマスクするからさフェイス ID おのれって思ったけどさなんかね「10」からないんだよね「10」からなくて。 変からフェイス、ID、なんですよあ本当マスク姿でも認証できるようにする方法がへえんかでもさフェイス ID ってさ顔の調子によって開かないしさなんかサングラスしてても開く人もいたりさなんかね瞳人見人になればいいね確かにこうやって。 でもカラコンしてたらどうなるかなカラコンしててもできるかな結局のところパスワード同じ文字パワーっワ感とかにしとけばしとく方が楽なんじゃないかなと思っちゃうでも危険だからやれないけど <laughs> 何がいいんだろう結局のところって感じ 生活寝好きすぎててでもマスクつけてしまいそうそソーシャルディスタンスってことですかフェイス ID 買うつもりないのに決算されちゃうってあーそっか確かにねなんかあれなんだよねあのピ,ピピピってちょっと押すボタンがあって電源のところをダブルクリックしてからフェイス ID やるみたいなことになってますけどねえカラコン入れてたら瞳認証できなさそうちょっと痛い痛い痛いよいしょ やっぱそう指紋認証楽冬はまあ確かに手袋してることもあるかもしれないけどまあ手袋あんませんやんってなって天下のアップルもこのまあできる人の方が少ないだろうねって感じしちゃうけどスリップコスメ買いに行きたいな今なんか行ってもさ なんかお試しができないからつらいこのばん、ま「ニンテンドー神をニンテンドー神をタイミングばっちりだったもんね今回よいしょあちょっちっよくかかりますねそろそろ森永の背筋が。 一つらいのは解除しようと寝ぼけながら持ち上げたねえ,えそれななんかさスマホってさこうなんかさ寝ながら持つのむずくないスマホって絶対横に傾けるじゃないですかうつ伏せで見るとなんかうつ伏せの体勢つらいし仰向けで見るとなんか腕の筋トレですかってなるし難しい世の中っすよ ほ本当に人生難しいと思うなんかなんかそこそこで言うかっていう話で申し訳ないんだけど本当になんかなんでも難しいなって感じするなんかいい塩梅って一生見つからないんだろうなって感じで痛くなるしそう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 でもこちら寝ながらいじりたいんじゃって感じサングラス型のスマ あれかフリーザ様みたいなやつかそういうのなかなかうまくいきませんなんかあなんでこんなことするんだろうっていうことをすごく考えながら生きているあなんかその仕事とかそういうことじゃなくてなんでそういうふうに言ってくるんだろうとか何でそういうふうになんか接してくるんだろうとかどうしてそういうことするんだろうってなる。 キャップで可愛いなんかよっかりたくなったんですよよいしょアップルウォッチかな腕時計式のやつ大人になるのは本当に難しいと思いましたあいいのではこれでちょっと前側を下ろせば支えなくても三脚がいいとこで。 いいじゃんこの角度この角度保ってこの角度よいしょなんかさなんかなナチュラルにそれ私のことを貶としめてるみたいなさこととかさあるんですよ人生において多分考えすぎなのは分かってるけどなんかそれ本当にナチュラルに私のことを貶としめてるねその心 その心笑ってるねってなるの何 <laughs> だろうって感じその心,っっその心の笑ってるねってその心私のこと笑ってるねってなんかだから難しいなと思いましたいろいろそう「ナチュニー」って言いたいけどナチュニーが今通じないかなと思ったからちょ普通に「ナチュラルニー」って言いましたねそう 森永のね流行ってることはねたまに通じないんですけどそれを解説してる時間がすごく無駄でもったいないなと思うのでそう三脚偉いですねやっぱなんか無機物って言うんですかねそれしか勝たんなって思う時ありますよねなんかよいしょなんかねなんでなんでそんなそんなしてくるみたいな 俺のこと笑ったかって言いながら変身する仮面ライダーいますよ。いいねそれになりたいね私も。俺のこと笑ったか。おーポン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 って。そうこうやってねなんか。 え、何それってさ感じでさなんかいじりなのかさ本当にナチュラルに聞いてるのかさわからないコメントとか来るからさあまりさそのみんながさわかからなないいい言葉とか使いたくないんですよそうそうだから普通に伝わる言葉でしゃべりますみなさんにはあたいのこと笑ったそう 私のこと笑その心笑ってるねってもうすぐ誕生日だねほんとですよどうしようなんか迎えたい気持ちと迎えたくない気持ちでいっぱいなんか誕生日迎えたいけどもう一回18歳がいいって感じ伝わるかなこれ誕生日でいいんだよいいんだけどもう一回18歳がいいこっちに仲良くぽいボン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  なのかなななわかかんんいけどそうなんか年齢やっぱ公開してるとさあ必然とさあこう年齢を重ねていくじゃないですかね年齢非公開だったら多分ねその何もなかったんだろうけど「かぶと何の?」「仮面ライダー」のシリーズはちょっと詳しくないんですけどね 12ヶ月目ですみたいな感じがいい18歳2年18歳2年目ですみたいなそれがいいなぁ最近物理攻撃すするる仮面ライダー減った気がするあそうなんだやっぱでもちっちゃい子が真似するとかさそういうのがあんのかねでもなんかさ何でもさそのちっちゃい子が真似するからとかっていうのでさ規制されすぎている気がする世の中。 聞い,てない,方がいいな、ね、ほよねー本当にたらシンプルにキックしたのにキックパンチがなくなっちゃうのか <laughs> スタジオのずくずクずるて体がダルダルダルビッシュなんかありましたよねダル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 イングリッシュみたいなテレビのコーナーありましたよねいつもさんのところで最近全然レコーディングをしない気がしてます 3月くらいダルビッシュソーシャルディスタンスか年齢非公開では本当だよみんな本当だよ年齢に10万つけるというどういうこと年齢を公開するときに10万取るの年齢だけはなぜかどんどん取るけどなぜか精神年、ね、齢ねえほんとそれ私も焦ってる。 ちょっとちゃんと大人になんなきゃって思うけど無理な気がする下のリキュア殴る確かになんか「超って感じな覚えがありますそれなーってそれなああいつぐらいでしたっけあの「上未来とか撮ったぐらいです撮ったぐらい以来なんですよピラミキーノですピラミキーノ そうなんでもいじめに繋がるってさあ言うよん言うやんなんでもなんでもそれはいじめに繋がりますって別になんかそんなこと言ってたらさもうすべていじめに繋がるんだからべて禁止しなきゃダメじゃんみたいな線引きむずすぎになるよねあそっかなるほどね十万と十八歳ってことね なるほどね1億年生きてますって言いたいなじゃあもっと1億年生きてますって言ってなるほどね僕は10万35歳になりますすいません分からなくてネタがマサハルピおううち買ってありがとうございますそうですおうち席の申し込みがあと約1時間です約1時間で終わります 皆さん、おうちきの申し込みが大事なことなんでもう一回言いますね。おうちきの申し込みがあと約一時間で終わります。はい、そういうことです。なので、ぜひともおうちきの申し込み、よろしくお願いします。 今回はね実はすごく申し込み期間が短いので是非気をつけてください今かそうなんですねカード払いのみだそうです今回ちょっとね急だったよねなんか急にさ「落ち着機かなんかあります」みたいに匂わせはあったけどさすごく申し込み期間が短かったですけど臨機応変に対応してくれて皆さんありがとうございます ふいのきもね、もうちょっと色薄くなって、そんな感じがする。が曲がる先日買ったおうち駅、届い、か。先日買ったおうち駅かい、届いて、すごく嬉しかったです。ありがとう、こちらこそ、ありがとう。ありがとう、なんか。森永は。こ、うみんなさ、ファンの人ってさ、こう、スマートフォンの裏にチェキ挟んだりするじゃん。なんか挟んだ時に。 ななんんか映えるチェキがいいっって思ったの挟んだ時にだから是非皆さんに挟んでほしいんだけどでも挟む時はなんか爪でガリガリやるとあのポスカが剥がれちゃうっていうのとあとあのなんかスリーブとかに入れないとなんかこういうちょっとゴムっぽい質の,あのスマートフォンケースとかだとめくれちゃうポスカがなんかめくれちゃうかもしれないからスリーブに入れてからあのやるといいです。 挟むことがおすすめですそう森永さんのチキはすごいっていうハッシュタグで見れますので森永の過去の作品が <laughs> それはねきっとみんながあの多分ツイートしてくれてるものなので皆さんがレビューしてくださっていますありがとうございます是非あの星5星5のレビューよろしくお願いしますね星5ではいそう。ちょっとブー さもありがとうぜひともね挟んで可愛い挟んで可愛いになるようにしていただけたら嬉しいなと思いますねリップがッこれやるとさ滑舌の練習であるんですよ滑舌をこう唇の力をさこう楽にしてやるんですけどめっちゃかゆくなるマジスリープをとれてありがとうございますんちゃんこんばんこばこんばんは お楽しみイエーイエクサイティングかめっちゃくなっちゃって今口の周りはいということであのー、ちょっとまばたきが多いのはドライアイなぜなんですよ私極度のドライアイなのでそこは全然あの心配しないけどされ大丈夫です自己リップ型形式でタグありがとうございますペンスそれをやってたかゆくないこれ言うから ャンペットの雑す練習もあそうこうでしょこうやってやるやつあ <laughs> ごめん <laughs> すっげえきたやつにしちゃった <laughs> みたいな適宜時間かかってそうどうでしょうかこうスくまぶたき1年1年1年1ブルブルの適年1年1取れないよ 私はね金管楽器じゃなくて打楽器でしたね打楽器とあれやってましたあのクラリネット金管演奏者それねすごいよねみんななんかなんだっけあのマウスピースみたいなブーって音出してすげえなと思いましたなんかあったんですよ、小学生の時の金管隊みたいなでなんか金管楽器やってる人はなんか必ず朝練があるんですよ 週223回でもうちはめっちゃ朝起きるの苦手すぎるから入りませんでした金管楽器隊には朝練が無理すぎて絶対朝起きたくないと思ったもん私ありがとうネイルカワイ言うてこれもうすぐ落とさなきゃいけないんですけど「FORU」で唇ブルブルそんなことにむしろ時間を使って大丈夫ですか ブンブンハロー YouTube なんだっけブンブンハロー YouTube がヒカキンさんでブンハロー YouTube がデカキンさんだよねクレインと難しそう難しかっためっちゃ次回中のお父さんの歌声がい、e、い BGM になっていつも楽しそうまあでも最近お父さん歌ってないから多分声なまってるかもしれないですね <laughs> まあそんな感じで時間も時間になってきたので告知をしてからランキングを読んで 本日は終わろうと思いまーすポン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 ということで告知えっとですね時系列順にいきましょうあばばばばばああ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  たまにねそのみんなのおうちで機会やっとけばよかったっていう声をすごたまにこういただいてすごいその気持ちは嬉しいんだけどでも私は別に再犯することができないので後悔する前にちょっと買ってみてくれたら嬉しいなっていうふうにとてもすごく思いますおうちで機会のほどよろしくお願いします格好はなんかアリスっぽい感じの服を着る予定ですねあのハッシュタグ 森永さんのチェキはすごいという形でですねあのツイッターなどで調べていただきますとそちらのどんなチェキがあ,のあるのか分かりますので見てみてください買おうと思い立った時にいつもそうなんですよあるあるなんですよ私もよくやります私もよくやるただ今回もそれを逃してはなりませんなので皆さんそうもうな思い立ったが吉日 うじゃないですかなんでそれで気軽にねラフに是非参加してくださると嬉しいですのでよろしくお願いしますそしてえー、購入者の声がついてあそうですレビューがレビューを上げてくださってる方がねいらっしゃいますとてもありがたいことに「ハッシュタグ森永さんのチキンス声」で調べればレビューが上がります見えます んちゃ安心してください安心してください安心保証安心保証森永チェキ安心保証森永チェキなのではいそういうことですあとはそのおうち機会が実際に起こられるのは6月14日ですね6月14日ですまあ言いたくはないですけどもあの18歳最後のチェキということでぜひ参加してくだされば嬉しいなと思います みんなきっと最後とか言ったらきっと食いついてくれるからさそう食いついてくれてもうまあ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 それううとかちょっとまああのーまあ、それううとかちょっとあんまりこう会えちゃいけない会えちゃいけないわけじゃないですけどそう今度日曜日ですなのでぜひともそちら見てみてくださいそして何て言ったらいいのかなあとその翌日6月14日のおうち期間の翌日には6月15日にあのライブを配信するやつがあります それはなんかオープンレッグというところで行われるっていう詳細が最近出ましたのでぜひとも皆さんそちらの詳細もチェックしてねあのライブを配信するやつ見てみてくださいそうアップガフェスプレ公演ということになってますのでぜひとも皆さんそちら見てみてくださいそれではそれとかかなとあとあ,とあそう 6月16日が実はマイバースデーなんですけどもあの「ォー r u やむォー r u っていう怠慢で喋れるやつがありますなのでそちらもぜひ見てみてくださいあっち行き申し込んでありがとうございますそういろいろとちょっとまあ結構やっぱりなんつったらいいのかなこのご時世なんで何かネット上でやることが多いんですよねやっっぱりそのの事前の申し込みだったら 手前の申し込み系が多いんです気をつけてください 4U 以外にはまだ何があるか分かりません 4U は怠慢で反省やつですなのでぜひとも皆さんそちらの方ご注目よろしくお願いします以上ですねなんか最近やっとおうちし機会以外のことがなんか告知できて良かったなって思いますそれではランキングの方をね発表していきたいと思います あそうやついフェスも出させていただくね全然うちら何の話か知らないけどツイッター見たら何かあったんだよね次今度これ出ますとかも何もなくてちょっとあなんか詳細があんまりわからないからどう口していいかわからないんだけど調べてみようと思いますということでランキング発表していきたいと思いますランキング3位ちょこっとかっこ2期くんおめでとうございますそれではあのー あのちょこっとカッコ二期の三文字どこを取るか言ってください。そして二位の大輝くんおめでとうございます。そして一位のシロさんおめでとうございます。いや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 ということであいう作文をね今日も書か,かしていただきたいと思います。みんなのコメントで知る全然あるんで余裕であるんで。はい過去二でいきたいと思います。 見、ね、てあそっか今日つむじってない。 今回のタイトルは、和食です。貝割れ大根とこんにゃくを煮物にするグツグツ。貝割れ大根とこんにゃくを煮物にするグツグツ。ということで、ちょこっと確認聞くおめでとうございます。ポン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 。ポンということで、次、大輝くんにおめでとうございます。大輝でいきたいと思います。 Oh. oh. はいえー、タイトルは「憧れですれのがれさんいいスタイルすぎる綺麗すぎるビビビ」「れのがれさんいいスタイルすぎる綺麗すぎるビビビ」 とということなんですけども最近は森永はその漢字1文字を3連呼して3連続でこうなんかコメントすることにはまっています例えば「幸せ」を3つ並べて「サチサチサチって言ったりとか何かこれこそ「ビービービ」って言ってみたりとかなんかそういうこう3文字並べることが好きです是非皆さん真似してみてください「サチサチサチビービービー」 大喜びおめでとうございます。そして一位の方シーローさんおめでとうございます。あ、シェイシェイシェイいいね。いいねこれシェイシェイシェイでいいのかわかんないけど。シーロウ。ちょっと待ってわかんない単語がある。 っ待て、単語間違えてないか調べるもう一回はいあとます888あ <laughs> わらわらわらはいということでタイトルは「シマウマがロールスロイスに乗ってうちに来た」シマウマがロールスロイスに乗ってうちに来た おめでとうございますということで今日のの配信はこの辺にしておきたいいと思います明日も明日はちょっとあのー、アプガニーのリレー配信の影響でえ配信時間がですね前後したりすることがあると思いますのでちょっとおうち着く時間の問題とかもあるから。 あのちょっと告知するのが遅くなっちゃうのであのー、そこら辺はよろしくお願いしますということで今日の配信ここまでえっと明日の配信はちょっとギリギリでの告知になると思いますがそこはちょっとまあご了承くださいみたいな感じです皆さん明日も見てくださいますかって言ったら「やばと思ってコメントしてくださいいきたいと思いますそれでは皆さん明日もコメントしてくださいあんちすう,うーんそれでは皆さん明日も はじめてくださいますかイエーイあ、さっきインスタ更新したんでインスタ見てくださいあとこの後ツイートするのでツイートも見てくださいじゃあちょっとツイッターと